は8周ですね。プロスキーは8周での決勝ラウンドということになります。さあゲートオープン、飛び出していったボールショットをまずは注目をしたいと思います。強敵2艇がイングリッドから飛び出しとなりました。桜井はたまた平坂の戦いとなりますが、さあどちらが一歩前に出るか。ボールショット、さあどうやら黒のマシンということなので一歩前に出たのは桜井ランプか。インコースをトップ、そしてアウトコースをトップがそのファーストミッションに向けて飛び込んでくる。まず入ってきたのはやはりインから速いか。ファーストミッション、さあどうやらボールポジションから先に仕掛けてきました。さあ96番桜井ランキー、続く平坂優介、トップはどうやら95番の服部佳子です。さあそして99番の平坂優介が2番手、3番手が96番の桜井ランです。服部佳子はイングリッドセンターからどうやら飛び込んでいった形ですね。トップファーストミッション飛び込んでいったのは95番の服部佳子、その後ろには同じくインコースから99番の平坂優介、そしてアウトから飛び込んできた。さあその後続艇となりますが、3番手には96番の桜井ランということになります。さあごめんなさいね。さあそのトップに輝きました服部佳子がホームストレートに戻ってきました。トップでレースが服部佳子にじわりじわりと距離を縮めてきています。レースは7周で、さあ残りわずかあと2周となってきました。山本洋平がどこまで追い上げるか、服部佳子を逃げ切れるか、2番手争いに持ち込むことができるか。ライダーたちの走りが水響きに待っている。さあこの大戦線蒲郡、夕日を背にして、そしてこの強風を背にしてライダーたちが颯爽とした走りを見せて、そして堂々とトップでホームストレートに戻ってきました。さあ残り半周となります。トップ手です、ぶっちぎり96番桜井直樹、この第3戦も制することになりました。まもなくその桜井直樹にチェッカーフラッグが用意をされてゴールを迎えようとしています。トップフィニッシュは先のナンバー96番桜井直樹チームクロー。インタビューをさせていただきます。第3位ということでお疲れ様でした。いや昨日笑いすぎてインタビューだ、今回は真面目に聞きたいと思いますけども、バテバテですか？真面目に聞いてる。腹からバテバテじゃないんだよ。バテてるよ。そのバテてるよ。本来のパワーもちゃんと熟知してるのでこのインタビューとかいます。違うか。フォローしたんですけど今。はい。頑張ってくださいね。はい。万全な体制でお願いします。さあそして今回2位です。はい、ありがとうございます。今日はどうでしたか？そうですね、今ゴシゴシぐらいで、どうか止まれて頑張ります。そうですね、はい、はい、ゴシゴシということでね、今度もう一個上を目指して、はい、そして、ね、今日は堂々とぶっちぎりになりました。途中からぶっちぎりだよ、92番手だから。はい、いやまた次の大会も期待してます。お疲れ様でした。またいいレースを見せてください。